かこれ。うわHello there、始まりました。マジチャンネルです。今回はですね、一回やってみたかったなと思ったでね、二日酔いでトイックの問題解いたらどうなるのかっていうのをやりたいと思いますね。まあ、何回か二日酔いでトイックを受けたことあって、2、3回満点取って、満点を逃したのも同じぐらいあるのかな。受験会場で入ったこともありましたね。あと、TIPっていう試験でもありましたね。会場で。はい、あの地獄は、まあ忘れられないですね。トイックに関しては別室で受験して、なんとかやりましたね。はい、そんなこともありましたが、そうです。別室って一人だけのやつなんですけど、そこでこうリスニング聞きながら毎回こうやりながら、音声流れて起きてマークして終わっててっていうのを繰り返したのを今でも覚えてるんですけど、まあ、昨日ちょうどジョーブログっていう YouTuber 知ってる方もいると思うんですけども、100万人を超えてるですね、ジョーブログのジョーさんの28歳の誕生日会だったんで、まあそこ行ってバーできてですね、あのシャンパン飲んできたんですけど、まあ嬢さん自体ベロベロでしたけど、そのシャンパンであの5万円するんですけど、それでシャンパンでかなり、飲んだっていう感じですね。なんで、まあ、今回はその、まあ、再現とまでは言わないですけど、本当はねあのリスニングもやって全部2時間やりたいんですけど、1時から、2時間やりたいんですけど、この後授業があるので、残念ですが、まあこのリーディングを、今11時ぐらいなんですけど、リーディングの75分間をやりたいと思います。で、これ過去問なので、本当のトイックの問題ですね。ちゃんとやっていきます。まあ、これセミナーあるんでね、月曜日にやりたいと思います。果たして、前のやった時はどれぐらいだったんでしたっけ？それと時間がどれぐらい下がってるかわかりませんが、いずれはね、あの本当、飲んでる状況でやったらどうなるかっていうのもちょっとやってみたいと思います。では、時間を計りながらやっていきます。はい、やります。スタート。そういうことか。いい会社だな。危ない。ギリじゃない。めちゃめちゃギリギリじゃないですか、これ。うわぁ、もう。疲れた。時間。1時間14分。21秒。だから、ほんと40秒ぐらいしか待ってない。いや、難しいですよ、これも、ほんとに。めちゃめちゃ大変でしたね。むずい。いや、書いてあるそんなのみたいな問題がちょっと多すぎるかなって感じかな。でもパート5、6も難しかったですから、だいぶ難しい。わかんないです。頭がちゃんと働いてないからかもしれないですね。だから前にやった時が、51分だったから、51分30秒出して、今だから74分ですから、だいぶ遅かったですね。ですね。じゃあ、それぞれの、やつを比べてみましょうね。パート5が、前にやった時が4分34秒
だったに対して、今回は6分39秒、まあ、頭が働いてないから何回も読んじゃうっていうのはありましたけど、それでも もっとテスト2より難しかったんじゃないかなっていう印象ですけどね。次が、パート6、パート6が7分20秒、前の時が6分だって、あ、まあ、パート6前難しかったっていう、ね、今回もやっぱり文入れる問題が難しい、文挿入に時間がかかる、消去法を使わないとうまく解けないかなって印象でした。で、シングルパッセージですね。で、シングルパッセージが、前回が17分8秒だったのに対して今回は31分ですから、ここは全然違いますね。やっぱりかかった時間が全く違います。で、これね、前半部分にはっていうのがいくつかありますね。答えどこ書いてあるの、これわかんないよっていうのが出てて、だいぶ時間を取られましたね。いや、序盤に取られました。もっと後ろの方に取られるっていうのはよくあるんですけど、こんなに序盤に取られるとは思わなかったですね。で、ダブルパッセージ、前回が11分42分な、前回はダブルパッセージが一番難しかったって言ってましたね。で、今回はそんな難しくはなかったんで、まあ8分12秒って終わりました。で、トリプルパッセージが前回が12分5秒で、まあ、すぐ終わったんですけど、今回のは、いや、難しい。最後のトリプルパッセージがめちゃくちゃ難しい。2つ目も多分状況がよく分かってないとできない。1個目は簡単だったけど、ノット問題が難しいな。だからトリプルのレベルが高かった。ダブルパッセージよりずっと難しいっていう感じですね。だから20分かかって、これは二日酔いで受けてたら大変だなっていう印象ですね。では、答え合わせをしないといけない。さあ、では答え合わせをしていきましょう。出ました。結果は100問中、見えないかな、94問ですね。6問も間違えてる。すげえ。パート6、1つ、シングル2つ、トリプル3つで、間違ってますね。いやー、なぜわかんない。マークミスとかもあるのかもしれないですけど、それは見てみないとわかんない。これは間違わなくない？本当に？そうなの？ああ、本当だ。読み間違ってる。こんな簡単なのを。ああ、頭がちゃんと働いてないですね。ちゃんと。いや、書いてあるじゃん、ちゃんと。ああ、もう勘違いしてたな。あ、そうそうそう、この問題わかんないと思ったな。まあ、時間足らなかったんで、最後のセットは。まあ、無理だろうなと思ったけれど。そういうことなんだ。パート6が意外と。でもまあ、読み直せばわかるんで。ああ、そういうことかっていう感じ。まあ、よくできてます。ちゃんと考えれば答えが出るように作られてるって感じですね。一つ言えることは、トイックの前にたくさん飲むのはやめましょう、ね。やっぱりちゃんと考えないと答えが出ないっていう問題があるというか、まあ、その大学入試とかとはだいぶ違うんですよ。知識で解くんじゃないんで、難しいですね。なんで、はい、これでちゃんともう二日酔いが抜けた段階で読み直して、セミナーに向けて準備しますので、そしたら多分すんなり分かってたんじゃないかなっていう問題もありますね。はい、ということで、やっぱり二日酔いでは時間もかかるし、正確さもだいぶ下がるっていうのはよく分かりました。はい、次回はですね、酔っ払った状態でやってみたらどうなるかっていうのをやろうと思ってますんで、わかりません。応援してくれるかどうか、やっていいのかよくわかりませんが、とりあえず挑戦してみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.